ハレルヤ、アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。こんばんは、ハレルヤ。こんばんは、ハレルヤ、アメン。こんばんは、今日も学びに来ました、菊池さん、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。犬さん、ハレルヤ。犬さん、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ。6月13日月曜日の夜の電動放送です。こんばんは、ハレルヤ。フィリップさん、こんばんは、ハレルヤ。この放送を見るために夜勤を休みました。アメン。アメン。そうですね。何かアナウンスからした方がいいでしょうかね。今日の朝もちょっとアナウンスしましたが、中絶反対のマーチを7月10日にしますね。7月10日。そしてその7月10日、どこでするかというのですね。ちょっと待ってくださいね。どこだったかな。7月10日、どこでするかというと、これですね。ちょっと待ってくださいね。ここに、7月10日の、中絶反対のですね、場所がここに書いてありますので、ちょっとこれを見ていただいて、皆さん、東京に近い方がいたらですね、ぜひこれに参加してほしいと思います。7月10日の3時半ですね。銀座の近くですね。銀座大手町の近くですね。ツイキャス忘れてました。すいません、ツイキャス忘れ、いつもツイキャス忘れます。はい、これでツイキャス。はい、来月10日ですね。来月10日日曜日の4時半かな、3時半ね。3時半、中絶反対運動のマーチをします。7月10日ですね。それから7月の16日には、滝野川会館でミニジーザスレインがありますね。ミニジーザスレインがあります。それから、8月15日は、豊洲ピットで、ジーザスレインの、大会がありますね。大会、ミニじゃなくて大会があります。はい、ぜひ皆さん、中絶反対のマーチも参加してほしいですし、ぜひ、これからイエス様のためにね、イエス様のために一緒に会いましょう。一緒にイエス様のために会うのです。このマーチフォアジーザスはですね、マーチフォアライフは、日本ではあんまり人が集まらないんですけど、このフェイスブック見るとですね、つい最近、ペルーでね、ペルーの首都リマであったそうですけど、75万人だそうです。わお、75万人集まったんですね。すごいですね。75万人ですよ、皆さん。75万人集まるペルーですけどね。ペルーで、それだけ、まあ、ほとんどクリスチャンですから、クリスチャンが75万人集まったってすごい、すごいですね。はい、ワシントンでも、大雪の時にやったそうですね。アメリカのワシントンでも毎年やっております。マッチフォアライフですね。マッチフォアライフ。それからですね、ジョアクさんですね。武井被告。柏トリマー事件の、ジョアクさんですね。その方から、また、手紙が来ましたね。手紙が来てですね、
ちょっと読みたいと思います。もちろん本人の許可は得てますのでね、そのジョークさんからの手紙ですね。はい、じゃあちょっと読みますね。こういうふうにね、手紙がこうありますが、キューちゃん牧師、6月9日の面会は本当に来ていただき会えて嬉しかったです。ありがとうございました。手を合わせた時にものすごい力を感じて、悪魔が逃げていく気がしました。これからもイエス様を信じます。ぜひニコ生などで私のことを伝えてください。私は改心することを約束します。特に伝えていただきたいことは、私は2度も少年院に入り、最後はこのようになりました。罪の償いのためにクリスチャンに、現在は26歳ですが、クリスチャンになる決意をしました。そして一番は SSRI の抗うつ剤と麻薬を社会から消すように強く訴えてほしいのです。私のようにならないように近いうちに私の人生についての小説を作りたいと考えています。その出版に協力してくれるリスナーの人を強く希望したいと考えています。そして何より SSRI の危険性を訴えてほしいのです。この薬は普通の人も悪魔にさせてしまい、犯罪や自殺を引き起こしてしまうものであり、アメリカでは禁止されつつ、日本の厚生省は平気で出しています。普通の精神病の人々がこの社会問題となっているものを知らずに今も飲んで狂わされています。そして人生をもです。それを正さなければいけません。精神病は、薬では治りません。愛と自力と神です。それのみぞが治せるのです。 SSRI の種類は日本では4つほどです。 J-ZOLOFT、 レクサプロ、パクシル、ルボックス。です。成分名はまた違うので、よく確認をしてください。私は2度の少年院生活で、二度と非行や犯罪はしないと決意して、代券やトラックの資格や免許を取得して、社会で頑張って更生しようとしていました。ですが精神病の症状が辛く、この SSRI を含めた薬を飲むようになってから、私の人格は狂い、本物の麻薬をそこから始めたり、入れ墨を入れたり、動物虐待やリストカット、自傷行為をするようになってしまいました。最終的に自宅の目の前の間近で殺人です。これは狂っています。どうかこの SSRI の危険性について強くキューちゃん牧師伝えてください。世界平和のために、また面会や手紙を持っています。待っています。また手紙書きます。それではよろしくお願いいたします。失礼します。以上、こういう手紙ですね。麻薬がいけないのはこれは当然ですね。麻薬は、本当に社会から抹殺しなければなりません。この SSRI についてはちょっと調べています。確かに自殺願望や殺人願望の副作用があるというサイトもあります。これはその彼のね、彼のその告白によると、
麻薬と SSRI の服用が彼の犯行の一つの理由ですね、一つの理由だということです。まあ彼のそういうその、罪のあがないとしてね、あなたの敵を愛しなさい、読んでみてください。私が読むの、はい、私が読むの、 5の43、ちょっと待ってくださいね、5の43、あ、違います、あ、私じゃないそうですか、はい。まあそういうわけで、彼のために乗ってあげてください。彼はイエス様を信じました。罪の、ね、重荷を許していただくために、罪を許してもらいたいために、彼はイエス様を信じました。ぜひ彼のために乗ってあげてください。彼が、これからクリスチャンとして、成長して、ね、成長して癒されるように、ね、その霊的な問題が癒されるように、ぜひ皆さん、彼のために祈ってあげてください。はい、これがジョアクさんの手紙です、ね、それからで、あとマーチフォアライフが言ってですね、あ、今日のタイトルですね、今日のタイトル、今日のタイトルはイエス様の友になろう。殺人犯でも罪は許されるべきですね。その通りですよ。殺人犯でも許されるべきですね。そして皆さん、犯罪者だけが罪人ではありません。殺人者だけが罪人ではありません。人間はみんな罪人なんだという、ね。人間はみんな罪人です。ですから、ね、犯罪者だけが罪人ではないんです。人間はみんな、まあ、人殺しと言ってもいいぐらいです。人間はみんな人殺しだと言ってもいいぐらいなんですね。キューちゃんこんばんは。今日も感謝します。サラさん。悔い改め、罪の意識に苦しんでいる人は許されるべきです。アメン。ですから、皆さん、私たちは、その、罪人のために死んでくれたイエス様のゆえに、生まれてきた時から罪人なのです。だから信仰を持つべきです。罪人のために来てくださったイエス様、罪人の友になってくださったイエス様、罪人のために命を捨ててくださった神様。キューちゃん、舛添知事も許されるのですね。はい、舛添知事もイエス・キリストを信じるならば許されます。罪を認めてイエス・キリストを信じるならば、舛添知事も許されます。そういうわけで皆さん、私たち、ね、この方は、ね、この方は、大きな罪を犯して、大きな罪を犯してイエス様を信じるようになりました。皆さんはその大きな罪を犯す前に、大きな罪を犯す前に悔い改めてイエス様を信じましょう。大きな罪を犯す前に、ね、悔い改めましょう。そうしないと皆さんも大きな罪を犯すかもしれない、ね、皆さんも大きな罪を犯すかもしれない。どんな人でもイエス様を信じれば救われます。イエス様を信じるとは信仰の道を歩むということです。アメン。そして、今日のタイトルはイエス様の友になろうということですが、感謝しますの曲流して、感謝しますの曲はね、もうすぐ出ると思うんですが、ちょっと見てみましょうか。感謝しますの曲は、あ、入ってないですね。ごめんなさい、入ってないです。すいません、今度また入れときましょう。すいません。イエス様と共になりたいです。菊池さん、
イエス様の友になりたい。いいですね、いいですね。じゃあ、イエス様の友になれるという箇所をですね、ちょっと聖書を読みますから、ここが根拠でイエス様の友になろうということですね。イエス様を信仰することは素晴らしいことなんですね。そうなんですよ、素晴らしいことなんです。ものすごい素晴らしいことですね。もうこれ以上素晴らしいことはありません。イエス様を信じるということはもう一番素晴らしいことですね。一番素晴らしいこと、ヨハネ15のですね、ヨハネ15の14-15ですね。私はあなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様はですね、イエス様の命じることを行うなら、イエス様の命じることを行うなら、あなた方は私の友だと言っていますね。しもべは主人のすることを知らないけど、友は、ね、友のすることを知っているということです。皆さん、イエス様の命じることを行うなら、イエス様の命令を守るなら、友達になれるんです。私たちは、イエス様の友になるなんて恐れ多いことで、そうですよね。イエス様の友になることは恐れ多いです。しかし、イエス様は、皆さんの友になりたいのですね。イエス様は皆さんの友になりたい。皆さん、私たちは、ね、オバマ大統領の友にはなれないでしょう。安倍総理の友にもなれないでしょう。天皇陛下の友にもなれないでしょう。しかし、この世界を作った唯一の神様と友になれるんです。この万物を作った、たった一人の神様と、皆さん、私たちは友達になれるんです。ね、友達になれるんです。皆さん、すごいと思いませんか？主を信じればどんな人でも許されると言います。じゃあ世界中の人全員が許されると考えていいのですか？信じればですね。信じれば許されます。信じなかったらダメですよ。信じなかったらね。キューちゃんとも友達になりたいです。はい。そうですよ。クリスチャンは本当の友達ですね。クリスチャンは神の子供としての本当の友達です。世の中の友達はですね、本当の友達になり得ないんですね。罪があるということはね、罪があるということは本当の友になれないんですね。罪が許されるからこそ、罪が許されるからこそ、本当の友になるんです。罪があるとですね、人間はダメなんですね。罪があると、その、どうしても自己中になってね、友のために死ぬという、神の愛を持てないんですね。この世の友というのはね、結局は最後の最後は裏切るんですね。友達を裏切ります。皆さんも友達に裏切られたことありませんか？皆さんも友達に裏切られたことありませんか？そして人間不信になったことありませんか？罪というのはね、皆さん、罪というのはね、友達を裏切ることですね。罪というのは友達を裏切ることです。イスカリオトのユダはですね、イエス様を裏切りました。裏切って銀貨30枚で売ってしまいました。それが罪と言ってもいいでしょう。それが罪です。イエス様は裏切らないのですか？もちろんです。もちろん、イエス様は裏切る方ではありません。
そして姉さん、信仰というのはいいですか。信仰というのはイエス様を裏切らないで、イエス様との関係をしっかり持つことですね。イエス様との関係をしっかり持つこと、これが信仰です。そして罪とは何ですか。罪とはイエス様を裏切ることですね。1億円積まれても僕はイエス様を裏切りません。アメン。1億円積まれても僕はイエス様を裏切りません。はい、罪というのは、ね、罪というのはイエス様を裏切ることです。討論会の証ですか。そうですね、ちょっとですね、洗礼を受けたヨッさんと洗礼を受けた金林さんが酔っ払って暴言吐いてたので、ちょっとですね、まあ、証というかつまずき放送でしたね、ちょっとつまずき放送でした。ヨッさんと金林さんがですね、クリスチャンとして証してほしかったんだけど、酔っ払ったらダメですね。酔っ払ったらダメです。そう。でもですね、まあヨッさんと金林さんに会えると思ってなかったので、まあ良かったと思いますね。二人と話をしてね、二人のためにはちょっと良かったんじゃないかと思うんですけど、というか二人がですね、お酒とですね、自炊をやめてくれないと困りますね。もうお酒と自炊してる以上はちょっと証になりませんね。まあちょっと長い目で見てください、ね、長い目で見て、まあ、彼らがですね変わっていくのをぜひ、祈ってあげてください。どうして討論会でお酒が出たんでしょう。疑問を禁じ得ません。討論会でもお酒出ましたけども、二人とも飲んで、もうすでに飲んできてますね。もう出来上がってきてますね。キューちゃん、僕は信仰でタバコをやめられて変わりました。アメン、アメン。それでもイエス様は許すのですか。はい、それでもイエス様は許します。それでもイエス様は許してくれます。皆さん、皆さんはですね、以前は悪魔と友達だったんですね。悪魔と友達、いや私は悪魔と友達じゃないと言うかもしれません。しかし、悪魔のね、悪魔の心を持っていると悪魔の友達なんです。ですから信仰というのは悪魔と離れて、悪魔と離れてイエス様と友達になること、ね、イエス様と友達になること、これが信仰と言えるでしょう。ぜひ皆さん、イエス様と友達になりましょう。イエス様と友達になるんです。そして、私たちはイエス様を決して裏切ってはいけません。決してイエス様を裏切ってはなりません。ユダはですね、裏切ってですね、生まれてこない方が良かったと言われました。ユダは生まれてこない方が良かった、イエス様を裏切るならば生まれてこない方が良かったと言われました。皆さんもイエス様の友になって、決してイエス様を裏切らない人生、イエス様を裏切らない人生を歩みましょう。そして、そのイエス様との関係、信頼関係をしっかり保つのです。信仰というのは、イエス様との関係をしっかり守ることです。罪を犯すというのは、いいですか皆さん、罪を犯すというのはイエス様を裏切ることなんですね。罪を犯すというのはイエス様を裏切ること、それはとんでもないことなんだ、ね、イエス様の友になれて生まれてきてよかったです。アメン。菊池さん、そうですよ。私たちね、罪人がですね、神の友になれる、ね、罪人である、ね、罪人である私たちが神の友になれるなんてすごいことだと思います。
私もですね、殺人を犯した、殺人を犯したジョアクさんと共になりました。ジョアクさんもイエス様を信じたので、ジョアクさんもイエス様を信じたので、私は、殺人を犯したジョアクさんと共になりました。と同じように、私たちは悔い改めるならば、悔い改めてイエス様の教えを守るならば、神である方と共になれるんですね。神である方と共になれる。そしてイエス様と共に歩む、友であるイエス様と、イエス様から離れないで、イエス様から離れないで、イエス様と共に歩む、イエス様と共に歩む、それが信仰です。十字架を見せてください。今のヨハネの同じことにこう書いてありますね。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。つまり十字架はそうだということですね。十字架は私たちのために死んでくださった、私たちのために死んでくださった大きな愛だということです。皆さん、ぜひ、イエス様は、ね、私たちのために死んでくれた、私たちのために死んでくれた、友である私たちのために死んでくれた、それが十字架です。ですから私たちもイエス様のために死にましょう、ね、友であるイエス様のために命を捧げるのです。それはもちろん自殺ではありません。それは私たちの人生、私たちの人生を捧げるということですね。私たちの人生を捧げる、イエス様のために生きる、イエス様のために生きる、欲望とか肉的に生きるのではない、快楽のために生きるのではない、イエス様の教えを固く守って、イエス様の教えを固く守って神の栄光を表して生きる、神様の栄光を表して生きる、これが本当の人生。イエス様に人生を捧げ、神の道を歩みます。アメン。イエス様に人生を捧げ、神の道を歩みます。そうです。アメン、アメン、アメン。以前はあなたを軽蔑していた、今は信仰であなたを尊敬している。ありがとうございます。以前は自分勝手だった、今は信仰で人を思いやることができる。アメン。牧師の教えは光の道、光の道とは天国へ続く道。神様はいると思った。悪いことはできません。キューちゃんの放送を見ていれば永遠の命を手に入れることはできますか？はい、放送を見てイエス様を信じて、イエス様の教えを守ってください。そうすれば永遠の命を受けるでしょう。永遠の命を受けるでしょう。はい、山本さんからコメントが来てますね。山本さんから。両親に虐待され悲しかった。信仰で本当に救われた。アメン。キューちゃんこんばんは。
先日の野沢さんの討論会配信で信仰的な話が聞けると思ってましたが、お酒のせいでなかなか信仰的な話ができなかったので少し残念でした。しかし一緒に放送を見ていた母親はこんなに酔っ払いたちに対しても一生懸命伝道しようとしているキューちゃんを見て、このシニアはすごいねと言っていました。集会で100歳まで伝道してほしいという意見が出ていましたが、あ、ちょっと誰か来ましたね。ちょっと待ってください。大丈夫です。はい、じゃあですね、どこまで来ましたですかね。あ、ここですね。100歳まで伝道してほしいという意見が出ていましたが、キューちゃんならできると思います。100歳でも謝罪放送が続いていたらある意味で怖いですが、できる限り続けてほしいです。はい、リバイバルが起きるまでやりたいと思いますね。はい、それではですね、イエス様のおかげで統合失調症が治りました。皆さん証が言いたくてしょうがないですね。じゃあ証の前にちょっと角笛を吹きましょう。証の前に角笛を吹きたいと思います。皆さん、イエス様の共になろうつの部、イエス様の共になろうつの部ですね、イエス様の共になろうつの部ですね。はい、それではですね、それではあの、明かしタイム行きましょうね。明かしタイム、明かしタイム。イエス様を信じてイエス様の友になった証、イエス様を信じて、神の友になった証、イエス様を信じて、このイエス様との友情関係がとても大事だということが分かった証。スタートスタートスタート。この放送が好きです。でもイエス様はもっと大好きです。以前はお金が一番だった。今は信仰でイエス様が一番です。イエス様のおかげで人生が良い方にチェンジできました。
神の存在を知り、もう恐れなくていいと思った。以前はゲイでしたが、今はイエス様が一番の恋人です。騒がしい討論会でキューちゃんが一番まともに見えました。AKB のショールーム放送を見ないで、この放送を見ています。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。イエス様のおかげで全ての重荷から解放されました。この放送を見て AV を見るのをやめ、聖書を読むようになりました。この放送に出会えて本当に大正解でした。イエス様は私を何度も助けてくれていた。今気づいた。面白い放送がない中、この放送があって助かりました。キューちゃんの伝道は本物だと思った。この放送で物事が気にならなくなりました。統合失調症でも僕でもイエス様の声が聞こえるようになりました。罪深い私を救えるのはイエス様だけだと思った。呪悪さんの手記を PDF で無料配布してください。イエス様を信じてから禁酒を守っています。フィリップさん、素晴らしい。どんな重い罪でもイエス様なら癒すことができる。信仰13年目です。私にも油注ぎが起きました。今日ホーリーショップでナウイ十字架のネックレスを買いました。イエス様は正義、イエス様は神。今夜の放送でイエス様の友になって悔い改めます。アメン。
素敵な放送ですね。友達にも広めたいと思います。教会に行ったら呪いと毒が消え去った。武田教を退会して正解でした。ありがとう、キューちゃん牧師。油注ぎのため、毎日サラダ油を多く使った料理を食べます。以前は友達がいなかった。今は信仰で友達がたくさんできた。明日学校でこの放送をみんなに勧めます。イエス様は友人、クリスチャンは兄弟姉妹、気づきました。イエス様の友になれて嬉しくて嬉しくて言葉に ならない。働きたくないです。助けてください。イエス様、イエス様のために働いてください。イエス様の仕事をしてください。病気で入院中はこの御所とイエス様が心の支えだった。信仰はかっこいいね。僕はかっこいいと思いますよ。以前は子供が嫌いだった。今信仰で子供が好きです。イエス様の愛こそ真理、イエス様の友になれて私は感謝します。以前は盗みをして行っていた。今は信仰で正しく生きている。以前は素直じゃなかった。信仰で素直になることができた。今月は辛いですが、イエス様を信じ続けます。面接官にイエス様の話をしたら受かりました。イエス様とは心の友になれそうだと思った。学校の教頭先生がクリスチャンだと分かりました。嬉しい。以前は悪コメばかりしていたけれども、今は信仰コメばかりしている。安倍総理にもイエス様を知ってもらいたい。真剣です。私に救いはないんですか？あります。あります。イエス様が救いです。イエス様が救いです。イエス様を信じましょう。救われます。
救われます。この世界のものは全部イエス様のものだと分かった。夜の放送はしばらくしないと言ってなかった。土曜日のね、土曜日のチャンネル放送はしばらくしないということですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、明石。ありがとうございました。アメン。ありがとうございました。僕は神様はいると思います。信仰に興味があります。はい、ありがとうございました。私も信仰しようかな。興味深いですね。救われてください。救われてください。真理を知ってください。イエス様の友になってください。信仰のおかげでブラック企業で残業しないで済んでいます。アメン。神が一番の親友です。神が一番の親友。正しいものを正しいとして受け入れるものは正しいものと同じ報いを受ける。アメン。アメン。アメン。今まで AV ばかり見ていたが、イエス様を許してくださると知ったら嬉しくなった。アメン。アメン。はい、コメントが来てますね。コメント、菊池さんね、キューちゃんこんばんは。日々信仰を学び、天国ポイントももらえて、イエス様と共になれたりと良いことばかりです。しかし伝道するようになってからキュちゃんの大変さが身に染みて分かるようになりました。例えば公園で子連れの方などに話しかけると無視されたり、時には通報されたり、ネットでは伝道用に使っていたスカイプ ID が虚偽通報でバンされたりして大変です。その時僕は正しいことをしているのになぜ周りから警戒されたり差別を受けてしまうのかと挫折しそうになります。しかし日本で 99% の人から嫌がらせをされても僕は信仰を捨てません。なぜならイエス様だけが僕の行動を見てくださり支えてくださっているからです。そしてこの地上ではイエス様に導かれてキューちゃん牧師という尊敬できる牧師様に出会えたことが僕の心の支えになっております。いつも素晴らしく温かい放送を感謝しています。アメン。日本のリバイバルまでもうすぐです。キューちゃん、一緒にリバイバル起きた日本を見ましょう。アメン。アメン。リバイバルは近いです。菊池さん、もうしばらくです。もうしばらくです。もうしばらくの辛抱で、リバイバルが来ます。リバイバルが来ます。心を強めて待ち望みましょう。心を強めて待ち望みましょう。希望に満ちましょう。信じて待ちましょう。信じて待ちましょう。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、
多くの人はですね、神様が雲の上にいる存在だとか、神がいないとか、質問があります。キリちゃんの教会では仏教徒では結婚式あげられますか？あげられません。あげられません。ごめんなさい。信仰結婚は、信仰が必要ですね。信仰が必要です。結婚はとても大事なんですね。神の愛がなければ結婚できません。神の愛がなければいい結婚ができないんです。失敗する結婚を認めるわけにいかないんですね。失敗する結婚を祝福するわけにいきません。結婚するにはそれだけの資格が必要なんですね。神の愛のない人が結婚してはいけないんですね。神の愛のない人が結婚してはいけません。子供ができて離婚したらどうするんですか、ね。子供ができて離婚したらかわいそうじゃないですか。結婚する以上はですね、責任が必要なんです。責任がね、生涯結婚を続ける責任が必要です。ですから、信仰結婚でないと、信仰結婚でないと子供を愛することができません。夫や妻を愛することができないんですね。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきますね。ファイナルメッセージ、その神様は私たちを作ってくれました。神様は私たち一人一人を愛しておられます。神様は私たちの友になりたいのです。神様は私たちの友になりたい。でもそのためには私たちは神様に従う心、神様を信じる心が必要なんです。信仰がなければ神の友になれないのです。従順がなければ、神の友になることができません。しかし神様はイエス様をこの地上に送ってください、私たち一人一人にその救うために十字架にかかって死んでくれました。そしてイエス様がイエスキリストを信じる者の心の中に来てくださり、友になってくださるんです。ぜひ皆さん、人間の生まれてきた目的はそこにあるんです。人間が、生まれてきた目的は、救われるためですが、イエス様の友になるためなんですね。イエス様の友になるため、それが私たちが生まれてきた目的です。ぜひ皆さん、イエス様はへりくだって優しいお方、イエス様はへりくだって優しいお方、このお方が私たちの友になってくださる、神であられる方が、神であられる方が私たちの、友になってくださる、友になってくださる、こんな素晴らしいことはないのです。ぜひ皆さん、イエス様の友になりましょう、ね。そのためにはイエス様の教えをしっかり守るということです。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様とのイエス様の教えをしっかり守って、そして決して裏切ってはいけません。僕はイエス様を信じる決意ができました。罪とはイエス様を、友であるイエス様を裏切ることですね。イエス様を裏切ること、これがですね、罪です。皆さん、何が大事なんですか？お金ではありません。快楽ではありません。自分の名誉ではありません。その私たちの本当の友であるイエス様との関係、イエス様との関係、この関係が一番大事なんです。イエス様との関係、
これが一番大事なんです。決して裏切ってはいけません。もうお金ではありません。お金ではありません。自分の快楽ではありません。イエス様との関係が一番大事なんです、ね、皆さんぜひ知ってください。イエス様との関係が一番大事なんです。私たちはその方を愛します。心を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、その方を愛します。その方を愛するんです。友であるイエス様を愛すること、友であるイエス様を愛すること、これが信仰です。これが信仰です。これが信仰です。ぜひ皆さんがイエス様との素晴らしい関係を保って、生きてほしいのです。イエス様との関係を築いてほしいのです。それが救いです。イエス様と関係がなければ救われてません。イエス様と、ね、イエス様は私はあなたを知らない、私はあなたを知らないって言われたら、もうそれはもう最悪です。最悪です。イエス様に、私はあなたをよく知っている、私はあなたをよく知っていると言われましょう。そのためには今私たちはイエス様との関係を築くのです。イエス様との関係を築くのです。ぜひ皆さん、そういう素晴らしい人生を持ってください。素晴らしい人生、それはイエス様を友として、イエス様を友として、イエス様と共に歩むこと、イエス様と共に歩むこと、これが素晴らしい人生、素晴らしい人生です。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いてイエス様の友になりたい方、イエス様を信じてイエス様の友になりたい方、アメンと言ってください。アメン。悔い改めてイエス様を信じてイエス様の友になりたい方、アメン。イエス様の友になりたい方、アメン。神様の友になりたい方、神様の友になりたい方、悪魔と縁を切って、悪魔と縁を切って、神と、神を共にしたい方、アメン、アメン。天のお父様、イエス様は罪人のために来てくださり、罪人を共にしてくださる素晴らしい神様。あなたは罪人のために命を捨てるという素晴らしい神様です。私たちは、傲慢で、本当に、罪深いものでした。しかしイエス様の愛に触れて、私たちはへり下り、イエス様を信じることができるようになりました。本当に感謝します。感謝します。イエス様、どうぞイエス様、今アメンと言った方々の友になってください。今アメンと言った方々の友になってください。そしてあなたの教えをしっかり守る良い友となりますように、良い友となりますように。あなたの親友になりたいのです。あなたの親友になりたいのです。イエス様、どうぞ私たちの親しい友になってください。私たちと親しい友になってください。リスナーの人たちの良い友になってください。そして生涯あなたから離れず、あなたと共に歩み、あなたに導かれ、あなたに愛され、あなたに教えを受けながら歩むことができますように。あなたを知ること、あなたを知ること、それが永遠の命です。それが永遠の命です。今、アメンと言った方々が、あなたを共にして永遠の命を受けますように。永遠の命を受けますように。主を感謝します。日本を救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。はい、私たちはイエス様の友です。イエス様の友です。喜びましょう、喜びましょう。神の友になったんです。それではおやすみなさい。シャローム、シャローム、シャローム。